こんにちは。仏壇事 .com の高橋です。えっと、今日は言葉の解説なんですけど、お通し版っていうのをちょっと解説したいと思います。お通し版、通し版っていうのをよく聞いたりとかするんですけど、一番有名なお通し版っていうのはお家のひかんだと思います。で、このお家のひかんありますよね。で、このひかん どういお通し版ってどういうことかって言ったら、そこから通せる場所。なんていうのかイメージ的に言うと、拝みをしたりとか、その自分たちの思いを、膚管を通して、いろんな場所に通してくれるところっていうイメージです。で、じゃあ私のお家のの膚管からどこに通せるかって言ったら、えっ、ー、と、うちの父方のおじいちゃん。 とかのお墓は石垣島にあります八重山ですねで石垣島のお墓に行きたいんだけど今のご時世なかなか行けないじゃないですかだけど心はお墓に手を合わせたいとそういう時はどうするかって言ったらお家のひぬかんからこの石垣の墓の住所番地が分かるんだったら番地まで入れた方がいいと思うんですけどうちの場合は石垣市の白穂なので えっと、このヒヌカンに手を合わせるとき、朝でもいいですし、1日15日のときでもいいんですけど、この石垣の、石垣ししらほの段バッチの誰々のお墓に、本当は手を合わせに行きたいんですけど、今こういう状態でとか、なんかちょっと説明するんですね。で、こういうので、行けないので、ヒヌカンからお通しして手を合わせてくださいっていうのができるのがヒヌカンです。だから、思いのどこでもドアみたいな。 イメージですね。思いの、どこでもドア。で、昼間から通すんですけど、例えば、9の16日とか、えっ、ー、と、自分の、なんか、親とかの命日とか、離島に通す。いろんな離島ってありますよね。この離島に通すお通し版は、 ミーグスクって言われてる、あの、ロアジールホテルの後ろですね。で、このミーグスクが、お通し番、離島への、離島へのお通し番って言われてて、こっちに行って、同じこと。んと、ここどこの離島に、石垣の白穂のどこどこのお墓に、自分は本当は行きたいんですけど、今日は、ちょっと都合があって行けなくて、仕事があって行けなくて、 それでも通してほしい。思いは通してほしいので、こっちに来ました、みたいな説明をして、それからミーグスクから通したりします。で、ヒヌカンよりミーグスクの方が強いです。なので、しょっちゅうしょっちゅうミーグスクっていけないじゃないですか。何回も何回も毎日とかはいけないんですけど、日々手を合わせて思いを寄せるのはヒヌカンでも OK です。でも、ここぞという時にはミーグスクから通すとかですね。 あの、こういうところをお通し版って言います。で、あの、このお通し版からどあの、お墓、今お墓の話し,しましたけど、これ仏壇でも大丈夫です。県外でも大丈夫ですね。で、どこどこの仏壇に、これも住所できたら言います。地盤までわかるんだったら地盤も入れるんですけど、地盤わからなかったら、例えば那覇市、雲地とかだけでもいいです。那覇市、雲地のどこどこの 誰々が持ってる仏壇に本当は手を合わせに行きたいんだけど、ちょっといろんな都合があって行けなくて、あの、ひぬからぜひ通してくださいって私も心を寄せてますっていうのをひ犬館でからお通しをすると。で、ミーグスクからお通しするのは離島なので、沖縄本島内の自分たちの仏壇とか墓にお通しするのはひかんからで問題ないです。で、 えっと、各いろんなところのうがんじょ拝む場所ですね。お、廃、は、所、い、うがんじょ。うがんじょとかにもお通し番っていうのがあって、えっ、ー、と、例えば私が知っているのは、まあ、これは例えですけど、海の中に拝むところがあるんですね。で、海の中なので行けないじゃないですか、歩いて。で、この陸のところに、 陸のところにほこらみたいのがあって、ここに一直線に向いてるんですね。転がって。転がって。で、こっちからお通しするところっていうのをお通し版って言います。ここもお通し版ですね。かんもお通し版。スクもお通し版。で、こういう右眼所があって、ここは一般の人が入れないとか、なかなか行けないところ。 なので、ここに行かなくてもいいお通し版を作ったっていうところが沖縄県内に何箇所かあります。1箇所だけじゃなくて、私が知ってるだけでも複数あるので、多分もっともっともっと,もっといっぱいあると思います。で、こういうお通し版っていう言葉が時々いろんな人の会話の中で出てきます。で、これ、 お通し版ってなんか公的に作ったものって言ったらおかしいですけど、なんか代表してお家のひヌかんとかみぐすくとかどこどこって作ってやるところもあるんですけど、えっと最近見たやつは、お墓自分たちのお墓。お墓の敷地内にお通し版を作って、このお墓に関係するところの、ここに、 当てて拝みができるように、よくお通し版から当てるっていう表現をします。だから、えっ、ー、と、さんなんかと話すると、あの、日ぬかからお墓に当てて拝みしてとかっていうのは、お通しして、そこに住所を言って当てるっていう意味なんですね。なので、このお墓の、お墓の敷地の端っこのところにお通し版があるお家なんですけど、ここは、ここのお墓に、 お通しをするための場所っていうのを自分たちの文中で作ってるっていうところもありました。なのでお通し版っていうのはさっき私が言葉で言ったようになんか思いのどこでもドアお通しするところそこを通していけば心はそのお墓の前に手を合わせられるとその仏壇の前に手を合わせられるとこういうイメージのことをお通し版って言います。 ちょっと覚えておくとあの便利というか、いろんな人の話にもついていきやすいかなと思うので、ぜひあの理解していてください。はい、今日はここまでです。えっ、ー、と、またわからないこととかあったらコメントをいただくとか、えっ、ー、と、Facebook だったり、インスタだったり、Twitter だったりからメッセージをいただくとかっていうふうに何かアクションをとってもらえればできるだけ答えるようにはします。はい、今日もありがとうございました。 ぜひチャンネル登録もお願いします。